はい、皆さんお疲れ様、ドラゴンです。今回は竜のパウル助っ人タイロン・ウッズ選手を紹介したいなと思います。タイロン・ウッズ選手はですね、アメリカ・フロリダ州出身で、ドラゴンズのリーグ優勝に大きく貢献した助っ人です。アメリカ時代はですね、10球団を渡り歩くなど本当に苦労人だったんですよ。その後韓国球界で結果を残して日本球界にやってきたわけであります。で、2003年に横浜ベイスターズに入団することとなったんですけども、横浜ベイスターズはですね、そのパワフルな打撃をですね、遺憾なく発揮しました。韓国球界で通算174本塁打の実績を引っ提げ、早速ね、1年目から40本塁打で本塁打を獲得。2年目もですね、45本塁打ですよ。2年連続本塁打王に輝きます。今のソト選手みたいですね。本塁打数はもちろんのことなんですけども、その飛距離にもですね、一度驚愕しておりました。特にね、右方向への飛距離ですよ。全く失速しない広角打法で多くのピッチャーを打ち砕きました。打率自体もそこまで低くなくですね、安定した打撃力も魅力的でありました。で、そんなウッズ選手はですね、年俸がやっぱ上がっていくわけですよ。で、横浜ベイスターズと、交渉が決裂してしまい、移籍となってしまいます。で、このウッズ選手の獲得に早速手を挙げたのは中日ドラゴンズでした。で、ドラゴンズはね、大奮発してウッズ選手を獲得することとなります。で、その獲得はね、まさに成功となるんですよね。ウッズ選手はですね、見事その期待に応えて、得意の固め打ちで1試合3本塁打を記録。また安定した打撃で日本で自身初の打率3割をマーク。で、結果ね、最終的にシーズン38本塁打をマークしました。で、その後もですね、3年連続で35本塁打以上をマークするなど、日本を代表する助っ人への階段をね、着々と登り続けるわけであります。しかしですね、2年目はですね、鬼に金棒だったんですよね。千球眼まで上がっちゃって、さらなる成績向上をしました。この2006年の活躍は、マジで衝撃的でした。勝負強い打撃を見せて、優勝決定戦で勝ち越し満塁打を放ったり、藤川球児投手、久保田智之投手など、抑えのスペシャリストを打ち砕きました。その印象に残る大活躍プラス、本塁打王、打点王となる、シーズン47本塁打、144打点ですよ。こんな成績ね、なかなか出せませんよ。というね、圧倒的な数字を記録しました。この活躍に、あの、普段落ち着いている、冷静でいる、落合監督もこの表情。この後はね、涙を流しました。それぐらいの活躍でした。で、この年2006年はですね、ウッズ選手以外にも、山本昌投手が史上最年長のノーヒットノーランを達成。川上投手が最多勝、最多奪三振とタイトル獲得。岩瀬投手が最多セーブ。福留選手が MVP と首位打者とね、中日選手がタイトル総なめしました。リーグ優勝5球団勝ち越し、完全優勝で決めるという圧倒的な強さでしたね。その中でもウッズ選手は、この活躍は衝撃的だったと思います。で、これを詳しく見てみると、シーズン47本塁打はね、歴代27位。そして、144打点はですね、バース選手とか野村克也選手。その偉大なるレジェンドを超える、歴代6位の記録だったんですよね。どちらも、歴代の強打者に迫
迫るほどの大記録を打ち立てました。もちろん中日の選手では歴代トップの記録です。もう中日史上最強の助っ人となったと思います。その後もね、すべて35本塁打以上してますし、安定した活躍を続けて、日本通算240本塁打、616打点。まさにレジェンドでしょう。中日の4番バッターとして活躍を続けました。で、ムキムキなね、そのフィジカルから繰り出す広角打法と、どこまでもボールを吹っ飛ばすパワーは、俺のみならず、多くのファンに、その脳裏に、しっかりとね、焼き付いているだろうと思います。本当に中日ではね、トップクラスに、好きなバッターでした。このね、ライバルだった藤川投手との全球ストレート VS フルスイングというね、ファンがワクワクする対戦も見せてくれたエンターテイナーでもある、ウッズ選手。現在はですね、牧場を経営していて、約90頭だったかなもの、牛を飼っているそうです。で、このウッズ選手のね、活躍に憧れてね、中日ファンになった、方も多いんじゃないでしょうか。もう、ウッズ選手の活躍はね、もう忘れないと思います。はい。というところで今回はね、伝説の助っ人会、第1弾、タイロン、ウッズ選手を紹介しました。この動画がね、少しでも良かったなと思っていただけた方は、チャンネル登録、そして高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の動画も見ていただけると嬉しいです。それでは、さようなら。レディゴー。